こんにちは、速稼塾の久保です。今日は7月26日ですけども、ビットコインの価格いかがでした？1週間前になりますけども、動画に残ってますように、7月20日のことです。ビットコインがこれから値段を上げるよというニュースを3発4発私は連発で打ち上げました。その時に、まあ、購入された方もいると思うんですが、現在ね、400万円を超えて暗号通貨新しく価格をつけてますよね。今ね、正確に言うと400万円を超えて423万8千なんで、1週間前から比べると100万円値上がりしてるんですよ。7月20日がいくらだったかと言いますとね、326万9330円なんですよ。現在423万8千飛んで79円ということになってます。きっちり100万円上がったでしょ。ニュースが4本5本ポンポンと上がってきて、それをもとに私もね、ビットコイン推しで動画をどんどん出しましたけども、まあ購入された方はね、おめでとうございます。で、今日決済しなければこれは歌方で終わりますんで、ご用心ください。ところがですね、今日また新しいニュースが入ってきたんで、こっからね、もう自分で決めてください。こちらのニュースなんですけども、すごいですよ。アマゾンがビットコインを使うっていうニュースですよ。どうぞ。アマゾン、今年にもビットコイン決済導入かということでございますね。細かくは読んでいただきたいんですけども、主な内容は2点です。下の方、2021年末までにビットコイン決済をアマゾンが開始する。2番、早ければ2022年にも独自通貨を発表ということですよね。ビットコイン決済の開始は、ただ決済の選択として加えることを目的としたものではなく、アマゾンの未来の形を議論した上で必要不可欠と判断したものになると強調したと。指示はトップのジョフ・ベゾス CEO からということなんで、もうこれは規定路線確定ということですよね。その他のニュースなんですけども、ちょっとね、ご覧いただきたいなというか、私が読みますんでね、聞いてくださいね。その他のニュースなんですけども、どういうものかっていうとね、暗号通貨のADAなんですよ。その上で、決済導入は何年も温められた仮想通貨関連プロジェクトの第一段階で、独自通貨にも念頭に置いたトークンモデルを用いたインフラ整備につながる可能性を示唆した格好だということで、何のこと言ってるのか分かんない方、まあ我慢して聞いてください。仮想通貨決済の銘柄は、まずはビットコインでやってみるということなんですよ。その次なんですよ。将来的には、5つの8個の通貨をね、考えているってことなんですよ。イーサリアムももちろんですけども、カルダノエダ。すごいでしょ？カルダノね、ここに出てくるわけですよ。ね。イーロンマスクも使ってくださいよ、カルダノ。で、ビットコインキャッシュも考えているということなんですよ。アマゾンは暗号通貨、ね、および CBDC の経験を持つ人材を募集していることから、求人情報が確認されていると。で、現時点で公式に暗号資産に関する採用を発表したことはありませんけども、今後のニュースが楽しみでしょ。で、続きを読まさせていただくとね、もうついでなんで、アマゾンと仮想通貨の関係についても言及されてるんですよ。ちょっと記事を読みますね。求人情報では、今年2月に新興市場の顧客向けの革新的な決済製品を構築するための、技術チームに加わるソフトウェア開発マネージャーを募集、7月にデジタル通貨ブロックチェーンの戦略及びプロダクトのロードマップの立案を目的として、暗号資産及びCBDC の経験を持つ人材を募集しているということで、人材募集ね、腰が入ってるでしょ。そして7月当時の報道で、同社の責任者が仮想通貨スペースのイノベーションから発想を得ており、 Amazon に導入するとどんな風になるか模索しているところだと。また未来は顧客が Amazon でより早くかつコストの低いペイメントを利用できることだとコメントしていると。まだまだね、この Amazon とビットコイン、そしてアルトコイン、カルダノエダとの関係っていうのを掘り下げていくと、いっぱい面白いものが出ますけども、今日はこの辺でちょっとね、もったいぶって終わっときます。まあね、ビットコイン結局こういうことになるんですよ。イーロン・マスクがまずビットコインにつく、そしてアマゾンがビットコインにつく、次はね、どんな私たちの身近な企業がこのビットコインに手を出すんでしょうか。グーグルですかね。どうですかね、グーグル。アップルですかね。アップルが参加したらどうなります？トヨタはどうですか？ね。まあ、あなたはどういうふうに思いますか？まあ、投資は自己責任で、余剰資金で、挑戦してみてください。それでは、ビットコインがこれからも上がりますように、いってらっしゃい。